去年注目バズポイント。去年出演した大型フェスでは軒並みメインステージに登場。今や日本を代表するライブバンドキートーク。披露するのは曲作りからレコーディングまで全てをリモートで行ったという流線ノスタルジック。4人集まってのパフォーマンスはこれが初。注目です。Yeah.